今が旬の食材を求めて長崎市西海町にやってきました。今日は新規就農者が増えているというこの近海地区で実った美味しい食材紹介します。長崎明誠高校のすぐそばのハウスです。今日はあったかいですね。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。楠本光平さん33歳、就農7年目のいちご農家です。28Rのハウスで今シーズンは去年11月から収穫を始め、今が旬だといいます。楠本さんが育てる品種は夢の花です。夢の花はですね、味的には甘みと酸味のバランスが、ちょうど良くて、で形がものすごい綺麗な形になります。今年のイチゴの出来はいかがですか？今年は、平年並みといった感じで、順調に来ていると思います。長崎市では60戸の農家が年間およそ376トンを主に関東や関西に出荷しています。砂糖でコーティングしたみたいにツヤツヤ。いただきます。果肉を噛むと甘酸っぱさの後に甘さが追いかけてきて、すごく美味しいです。見た目も大事なものだと思うんで、見た目でも綺麗と思ってもらえるように、気持ちを込めて作ってます。ハウスでお話を聞いていると、わ、あったか。いいですか？止めましょうか。あ、全然大丈夫です。大丈夫です。取り出したのはスマートフォン。真ん中にぶら下がってるやつで、ハウスの中の環境を全部読み取って、でスマホにこういう風に出るようになってるんですよね。温度、湿度、で地温とか。暖房機と光合成を促進する炭酸ガス発生装置をスマホで操作。ハウスにいなくても遠隔でハウス内の環境を管理できます。負担も減るし質も上がります。環境をコントロールして、できるだけその病害虫がつきにくい環境を作ったりとか、あとイチゴにとって一番その適した環境を作れるようなとこだわってやってます。機械による効率化にこだわるのは楠本さんの前職に理由がありました。車が好きだったので、自動車の会社に入りたいなと思ってましたね。長崎工業高校機械科を卒業した楠本さんは福岡のトヨタ自動車九州に就職。新車の製造に携わり、全国の技能者が技術を競う技能交流会では全国2位に輝くなど凄腕の持ち主です。トヨタの中の仕組みを学ぶこともあって、この仕組みって他の業種にも活かせるんじゃないかなとか、そういうのを思って、できるのならそういうものを活かした仕事ができればと思って、トヨタで学んだ無駄のない作業工程を活かし自分の力で何かに取り組みたい。リーマンショックをきっかけに比較的景気に左右されにくい農業に興味を持ちました。勉強したり、工夫したりして、その成果が、直接その収入とか売上とかに反映される部分はものすごいやりがいを感じます。近海が、いちごの新規就農者が、自分みたいに他の業種から入ってきている人がたくさんいるんで、その人たちのサポートしてみんながうまくいくように支援できたらなと思います。それで農業の分野から長崎を盛り上げていければなと思います。もちろんそのまま食べても美味しいイチゴですが、味も見た目もスイーツにぴったりですよね。長崎市や長与町の飲食店など25店舗で県産イチゴを使ったオリジナルメニューを提供するスイーツフェスタが17日から始まります。梶屋町のレストランムッチーナでは、長崎のスイーツ王子こと鈴木隆之さんが自慢の2品を提供します。いちごシロップを染み込ませたブリオッシュに
たっぷりの生クリームとイチゴを乗せたババアッラモーダ。甘い。いろんな甘さが押し寄せてきます。ね、はい、お野菜感っていうかフルーツの甘みっていうか酸味の方を際立たせるような感じで、まあ、この夢の香っていうのがすごくいいイチゴですね、はい、こちらはイチゴとマスカルポーネチーズをベースにしたムースをクレープで包んだクレスペッレ。どちらも夢の香をふんだんに使っています。いちごのティラミスをクレープで包んだみたいなイメージでやってます、うん、はい、果実のいちごが入ってると噛むと果汁がふわっとフレッシュなのが出てくる、はい、美味しいです。実は日本に西洋いちごが伝来したのは江戸時代末期、長崎にオランダ船で観賞用としてもたらされました。いわば長崎はいちご伝来の地。鈴木さんは長崎にゆかりのある食材を使ったスイーツフェスタを時期ごとに開催していて、食材を通して長崎の魅力を再発見してほしいと話します。スイーツを通して、まあ、長崎のいちごの良さっていうかですね、そういったのを見て食べて感じていただけたらなと思ってます。そしてあさって17日は長崎市役所の食堂でもサービスランチのハヤシライスにいちごのスイーツがついてきます。近海産のタロイモのタルトに楠本さんのハウスで採れたいちごのスライスを乗せ、いちごソースをかけた甘酸っぱい香りが広がる一品です。ホクホクな食感のタルト、これがタロイモがかなり素朴な甘さなんですけど、なんかいちごのフレッシュさがより引き立ってますね。地元にですね、これだけ素晴らしい、みずみずしくて、美味しいいちごがありますので、地元の方々に美味しいいちごを感じていただいて、まあ、どんどんいろんなところにですね、出て回るようになっていただければと思います。伝来の地長崎で旬を迎えたいちご、収穫は6月頃まで続きます。美味しいイチゴができました。ぜひ食べてみてください。